逃げない。戻らない。全力で。前へ。俺、分かってたんだ。兄貴は本当はやれる男だって。兄貴が活躍するところ、もっと見たかったな。ティル、ティル、ティル。俺は誓う。もう逃げない。後戻りもしない。止まらない。足が折れても、目が見えなくなっても、前へ走り続けるから。きっと、どこかで見ていてくれるよな、ティル。そして俺は、世界の中心に向かって走り始めた。戦乱の絶えない大地、コンシューム大陸。そこでは、青き瞳のセグア王国と、赤き瞳のニンテルド帝国が、大陸の覇権をめぐって争っていた。ただここ数年、帝王マルクスの台頭により、ニンテルドの勢力は一気に拡大。大陸の9割をニンテルドと、その同盟国が占める形となり、セグア王国は劣勢を強いられていた。とうとう来たぜ、ティル。ラムセス副将軍。騒がしいですよ。どうしたのですか？すみません。ラムセス副将軍、変な男がいきなり軍に入れてくれと。誰ですか？セグア人には違いないんですが、素性はちょっと。確か、名前はギアとか。ギア？あなたですね。我が軍に入りたいというのは。俺、セグア軍に入りたいんです。お願いします。やはり、彼は。そうですね。わかりました。ギア、と言いましたね。もしセグア軍に入りたいのでしたら、あなたは今からここで戦って力を示してください。ここにいる全員と。そんな無茶です。不服ですか？いえ、わかりました。ここにいるのは正規軍の精鋭50人。さあ、見せてください。あなたのキラーの力を。はじめ！なんだ今のスピード。逃げたか。何なんだこいつは。もう逃げない。前に出る。証明するんだ俺の力を。全滅。わずか数分で彼は私の想像をはるかに超えている。待て小僧。まだだ。いい気になるのはまだ早い。セグア軍随一の怪力、防衛隊長ハリス。スピードは大したものだ。認めてやろう。だがパワーは豪華だ。何？はあ！来た。彼こそが私の待ち望んだ存在。彼となら作れる。セグアの時代を。お兄ちゃんすごい。ニンテルド帝国からコンシューム大陸のシェアを取り戻し、このハード戦争を終結させる。だから言ったろうが、お前らみたいなゲームが何も分かってないような奴らじゃ。ここをコンシューム大陸では、通用しないんだよ。
ったな。前評判ではスペックがすげえすげえみたいに騒がれてたみたいだが、全然クソだったな。もう今週の大陸に俺らに盾つくやつもいねえし、まああとはセグアくらいなもんかな。チコチコはなんか仕掛けてくるって噂も聞いてるしね。セグアか。セグアがどう出ようが揺らぐことはない。我々ニンテルとの目的はただ一つ。私は信じている。我々は天に任されていると。正直今の戦況はあまり良くありません。領土の9割はニンテルトとその同盟国に抑えられています。しかし次の作戦で反撃を開始します。次の作戦の標的はニンテルト友好国サトランドのホープトリデ。ここに囚われているアレックス将軍を救出、その役割を果たす第一特殊部隊にギア、あなたを任命します。なんだか話が早すぎてよく。次の作戦で最も重要な部隊です。不服ですか？いえ、不服じゃないっす。お前ならニンテルドの奴らをぶっ倒せる。いやいや、すごいよお前。よろしく頼むぜ。次の作戦一緒に頑張ろうぜ。それにしてもセグアにまだこんな戦士がいたとはな。今までどこにいたんだ？オパール、あなた何を。ちょっとした挨拶。上から見てたわよ。そいつ特殊部隊に入れるの？彼女はオパール、あなたと同じ特殊部隊の一人です。セグア軍ナンバー2の実力の持ち主です。ナンバー1の実力を持つアレックス将軍は今捕まっていますから、実質彼女がセグア軍ナンバーワンの戦士です。俺ギア、よろしく。私はネルって言います。まあとりあえず今日は休んでください。部屋は用意しますよ。詳しくは明日。おふかふかだ。こんなベッドで寝るなんて久しぶり。手紙。そうみたいだ。今日は疲れた。早く寝ようぜ。うん。何の用だ？こんな時間に呼び出して。よく逃げずに来たわね。単刀直入に言うわ。あんたが嫌だ。は？あんたと一緒に特殊部隊で戦うのは嫌だ。私と勝負しろ。もしあんたが勝ったら何でも言うこと聞いてあげるわ。でも私が勝ったら、あんたは指導を出ていけ。いいぜ、あんたがそれで納得するんだったらな。そういう態度が気に入らないの。力を示せば何でも思い通りになると思ってる。自分より弱い奴を倒していい気になってる。まるであいつみたいに。あんたみたいな男一番嫌だ。あんたの力はさっき見た。不公平だから私の力も見せてあげるわ。そこの地面の石を思いっきり投げてみなさいよ。こうか。わかった。どんなにあんたが早く動いたとしても私は決して外さない。セグア人同士本気で殺し合うほどバカじゃないわ。試合は一撃、有効打を入れた方の勝ち。いいわね。ああ、じゃあ始めるわよ。この小石が地面に落ちたらスタートよ。いいぜ。勝った。この時点で私の勝ちは確定した。矢をかわすために回り込むつもりだろうけど、あいつは攻撃するために距離を詰めなくちゃならない。必ずこっちに飛び込んでくる。その一瞬を逃した私じゃない。所詮は野蛮人、あんたの勝ちはない。私はあんたと違って何年も何年も戦ってきた。山から降りてきたばかりのネズミが思い上がるのはここまでよ。
あ、起きた？何よ、殺しなさいよ。気絶してたんだ。こんな夜の浜辺でほっとくわけにはいかないだろ。俺、みんなに勝っていい気になってるって思われたかもしれないけど、そんなことないよ。俺はただ少しでも早く認めてもらってセグアの力になりたいと思ったから。俺は確かにこの間まで山に隠れていた。全然前に進もうとしてなかった。自分の愚かさに気づかなかったんだ。一番大切な友が死ぬまで。何年も前から戦っていたんだろう、あんたたちは。だから俺、あんたたちみんなを、俺より何年も前から前に進んでたあんたたちみんなを尊敬してる。こいつ嫌なやつじゃなかった。ただ本当にまっすぐなだけ。後で謝らなきゃな。もういいわ、あとは自分で歩ける。で、何をすればいいの？は？いや、ほら、あんたが勝ったら何でもするって。やばいな、絶対負けないと思ってたから調子に乗っちゃったな。でもあれは俺の勝ちとは言えないし。だってあの時あのまま矢を撃ったら頭に直撃しそうだったから躊躇したんだろ。オパールって意外と優しいんだなって思っちゃったよ。負けは負けよ、さっさと命令しなさいよ。うん、分かった。じゃあこれからも俺と一緒に戦おうぜ。よろしく。よろしく。ラムセスさん、特殊部隊の作戦決行はいつなの？俺ら二人でバッチリやりますよ。いけるわ、私とギアのコンビでギアだけにうまく噛み合えば。あ、今私うまいこと言わなかった？うまくねえよ。よかったわ、二人が仲良しになって。なんでこの二人いきなり仲良くなってるの？今日ここに呼んだのはその特殊部隊のもう一人のメンバーを紹介するためです。もう一人のメンバー？私知ってる人？いいえ、彼はセグア人ではありません。ということは傭兵、金で雇ったってこと？そうですね。大丈夫なんですか、そんな人？ええ、腕は確かです。あなたたちと同等な力を持つ戦士はもうセグアにはいませんから。彼の名はテジロフ。かつてパズル魔導学院で魔導を学んだ私の先輩です。へえ。どんな人なんですか？そうですね、一言で言えば天才、理論派の天才といったところでしょうか。理論派の天才。もうすぐここに来るはずです。予定ではあと5分ほどで。理論派の天才ってなんか時間ぴったりに来そうだな。そうね、早く会いたいね。うん、遅くないっすか？おかしいですね、しょっぱなからこんなんで大丈夫かな。来た。いやー、どうもどうも。オナニーに熱中してたら遅れちゃったよ。ランセス、久しぶり。相変わらずいい女だな。後で入れさせてよ。いいから席についてください。将軍が捕まって厳しい状態なんだってな。まあ安心しろよ、将軍が抜けてぽっかり開いた穴には俺の棒を入れてやるからよ。こいつ大丈夫か？ふんふん、なるほど、大体の状況は分かった。ちときついな、このメンバーでは。この巨乳少女とこの素人少年ではな。胸は関係ない
でしょ。この耳少女は？え、いや私は戦ったりはできないんで。まあいいか。作戦まであと何日だっけ？4日です。4日か。それだけあれば十分だな。よし、わかった。戦術決行までの4日間、俺がしっかり鍛えてやろう。穴だらけのお前らに俺の棒を入れまくってやるよ。よし、じゃあ始めるか。本当に大丈夫かな、この人。まずはお前からだ、素人少年。お前、俺を舐めてんだろ。いいぜ、まずは全力でかかってこい。そしてお前のメモリーに刻め。初めて会った自分より強い男は下ネタを連発する下品な男でした、てな。見せてもらおうか、入隊1日目で特殊部隊に選ばれたというその力を。早い。だけど止まっちゃうんだよな、これが。お兄ちゃん、ギアのスピードが見切られた。お前今適当に走っただろ。適当に全速力で走ったらそりゃ気持ちいいかもしれないが、そんな適当さが通用するのは初めのステージだけだ。生き延びたいのならそんな爽快感は捨てろ。わかっているのか、戦場に出るということは殺し合うってことなんだぞ。真剣勝負はフィーリングでやるもんじゃない。負けた、完全に負けた。ティル、俺はやっぱりお前に尊敬されるような男じゃないのか。いや違う、俺は誓ったんだ。誰だって最初からゴールにいるわけじゃない。俺が誓ったのはゴールまで走り続けること。たとえ何度つまずいたとしても。お兄ちゃん大丈夫？お兄ちゃん、おはよう。どうだ、初めて打ちのめされた感想は。確かにお前は強い。でも戦場にはお前より強い奴は山ほどいる。おそらく今回の作戦中にも遭遇するだろう。それでも行く覚悟はあるか、素人少年。それとも今回は辞退して修行するか。いや、俺は止まらない。俺は行く。俺はまっすぐ前へ進むって決めたんだ。迷いはないか。なるほどね、死んだ友人のためか。え、なんで知ってるの。あ、当たってる。まあ論理的に考えればわかることだ。ずっと山の中に隠れてた臆病者が決意するに足る理由といえばそんなところかなと。今まで足踏みしてた分まっすぐ進むってことか。単純だな。なんと言われようとも俺は自分の道をまっすぐ進むだけだ。いや、否定してるわけじゃない。それでいいんじゃないか。俺は肯定してやるよ、そのまっすぐな答え。俺も斜めから見るやつは嫌いだな。お前はそれで奥まで行けばいい。棒ってのはまっすぐ入れないと気持ちよくないもんな。まっすぐ進め。そこにお前の本当の答えが見つかるといいな。テジロフ、悪かった。最初あんたのことを舐めてた。俺はもっと強くなりたい。だから特訓よろしく頼むよ。ああ、でも今日はもうしばらく休んどけ。休んでいる間にこれでも見ろ。あ、これは次の作戦で潜入するホープ砦の見取り図。港から近かったんでここに来る前に調べておいた。熱中しすぎて到着が1時間遅れてしまったわけだが、ま、別に調べてこいって言われたわけじゃないんで、これは俺のオナニーなんだけどな。じゃあな。ネル、広いな世界って。ティル、俺は走り続ける。
子供の頃の父さんとの記憶はあまりない覚えているのは俺の勝ちだな。よくじゃんけんをしたこと。ずるい、俺2個しか食べてなかったのに。じゃんけんで決めるのが理不尽だって。世の中なんて理不尽なことだらけだ。でもそれを全部受け入れるのが人生ってもんだろ。このセリフ、言葉の意味も言ってること自体の意味もわからなかったけど、妙に覚えてた。まるでこれから起こることを知っていたかのように。ずいぶんマシになったな。余計な知識がない分飲み込みも早いってところか。お前はまだまだ強くなるキラーだからな。ここに来てからちょくちょく聞くんだけど、ん？キラーって何？仕方ないな。その昔、コンシューム大陸を席巻した勢力があったんだ。それが大アタリカ帝国。アタリカ帝国は圧倒的な数の兵力で大陸を制覇しかかった。でも制覇目前で崩壊したんだ。兵力の増強のため、とにかく何でもいいから兵を集めたんだ。でも山賊やならず者なんかまで兵にしたせいで、軍の兵の質が落ちて民衆の軍への信頼がなくなっていって、最終的にはクーデターで崩壊した。それがアタリカショックと言われる事件だ。それは分かったけど、キラーとなんか関係あるの？まあ最後まで聞けよ。アタリカショックの後、コンシューム大陸は混乱した。でもどの国もアタリカショックの二の舞は避けようと、軍の兵の数をいたずらに増やすのをやめたんだ。兵士一人の力を強くして精鋭部隊を作る。つまり量より質、普通の人間より優れた能力を持つ人種が生み出された。それがキラー。でもなんで俺がそんな存在なんだ？お前の父か母の祖先がキラーだったんじゃないか。基本は遺伝らしいから。家族か。そういえば父さんと母さんも結構強かったって聞いたけど、ひょっとしたらそうだったのかな。今の戦争は軍にいるキラーの人数で勝敗が決まるとさえ言われているからな。ま、大体そんなところだ。要するにめっちゃ強い人間ってことだろ。その時テジロフはまだ教えてくれなかった。キラーという名の本当の意味と残酷さを。よう、巨乳少女。あ？ギアの方の訓練は一段落したし、今度はお前を鍛えてやるよ。こいつと二人きり絶対嫌だ。あんたに教えてもらうことなんて何もないよ。どう、原翔。どう、あたしの弓完璧でしょ？弓は完璧なんだよな。何よ、はっきり言いなさいよ。確かにお前の狙いの命中精度や動体視力は大したものなんだが、戦士としてはやや力不足かな。はあ？でも俺ならお前の空いてる穴に弓よりいいものを入れてやることができるぞ。弓よりいいもの？放射戦闘術、シューティング。シューティング知らないのか？やれやれ、セグア軍はチェリーやバージンばっかりか。キラーにはな、それぞれ得意の戦闘方法ってものがあるはずなんだ。例えばギアの場合は、生命エネルギーを直接的な力に変えるアクション。俺やラムセスは生命エネルギーを他のエネルギーに組み替えて戦うパズル。そしてお前はシューティング。かつて大陸を席巻した伝説の侵略者イベイザーが確立した投法、これをマスターすればお前の弓のスキルを生かしたまま遠距離でも戦える戦士になれる。初めの一発目は俺が導いてやる。お前ほどの女ならそれでコツはつかめるはずだ。
この3本の指に意識を集中しろ。俺がいいって言うまで気を緩めるのよ。何？指に止まっていく。指が破裂する。ねえ、ちょっと、もう。まだだ、まだ我慢しろ。いつまで我慢すればいいの？それがシューティングの基本技、ショットだ。あとは残された4日で自在に出せるように練習するんだな。4日ね。いいわ、やってやるわよ。原理はもう理解したわ。溜めて打つんでしょ。おいおい、そんなに急ぐなよ。まずはエネルギーを練るところから練習して。はぁ、まだまだ威力の精度が足りないわね。でもいけるわ。4日もあれば。あ、いたいた。こんなところにいたんですね、テジロフさん。君は、ギアの妹のネルちゃんだったかな？あ、はい。覚えててくれたんですね。お兄ちゃんが探してましたよ。もっともっと鍛えてほしいって。ああ、わかった。今行くところだ。まあ、そうせかすなよ。それにしても、よく俺がここにいるって分かったな。シューティングの練習は危険だから、人が来ないような場所を選んだつもりでいたんだが。なんとなくテジロフさんの声がこの辺から聞こえてくるかなって。声？まさか、声だけで俺の居場所を探し当てた。襲撃されたマクスリ村で、子供ながらに生き延びたとは聞いていたが、もしやこの女にも。眠っているのか、キラーの力が。なあ、耳少女。あんた、お兄ちゃんの役に立ちたいと思わないか？すごい。本当にこの至近距離から全ての矢を避けるとは。これが、本当に私の？なあ、能力が眠っていただけ。紛れもなくお前はキラーだ。どうだ、目覚めた感想は？すごい、遠くまではっきり見える。音もよく聞こえるし、体もわずかな風も感じる。これが私の？どうやら君は周囲と感覚器官を同調する能力、オンラインの素質があるようだな。将来もっと化けそうだが、今のままでも十分実践に出られるし、役にも立てるだろう。無理にとは言わない。最終判断は君自身に任せる。実践、私がディル。お兄ちゃん、私も戦います。4人揃いましたか。それは良かったですね。ラムセス、確認しておきたいんだが、ギアは知っているのか？彼を初めて見た時からそうではないかと思ってました。マクスリ村の生き残り、しかもキラー、そしてあの力を見て確信しました。彼はアレックス将軍の息子であると。それでこの残酷な作戦か。それでも今のセグアは将軍の全てを失うわけにはいかないのです。不服ですか？いや、何も。金がもらえるなら汚れ役でも何でもやってやる。俺はもともと汚れだしな。ギアのことお願いします。キラーっていうのはどれくらいいるんだ？どれくらいって人数か？わからんな。何百人いるか。じゃあ特に強いやつだけ教えてくれよ。そうだな。強いといえばやっぱり
ニンテルド帝国帝王、完全無欠のキラー、マルクス。ニンテルドのナンバー2、すべての謎を解く者の異名を持つ天才、ゼリグ。ニンテルドの同盟国のキラーでは、コンシューム大陸随一のクオリティと言われている、スロビア王女、クリスタル。ハビド共和国の侍社長、機長。ガンプ連合の無敗の格闘家、トーファイなんかも強いって聞いたことあるな。あとはやっぱり、あのマルクスですら戦いを避けた大陸で唯一勇者と言われるエリール共和国のミョムト。ま、この辺が化け物だな。もちろん明日攻めるタトランドにもキラーがいる。横幅が人の3倍ある巨漢ディ・フィッシャー、呪われし兄弟の弟酒飲みのボイズ、タトランド最強の噂もある呪われし兄弟の兄バイズ。でもどいつもこいつも避けて通れない。お前がさらなる高みを目指すならな。ああ、分かってる。避けて通れない。強くなるためには、何かを犠牲にしないといけないこともある。それも覚悟の上か？ああ、それでも俺は強くなりたい。なあ、少年。お前が最初に軍に入ることを意識しだしたのはいつなんだ？どうだろうな。やっぱり兵士だった父さんの影響なのかな。5歳の時村に疎開して以来会ってないからあんまり覚えてないんだけど、練習試合で何人もの兵をなぎ倒す光景はなんとなく覚えてる。その時の憧れが軍を目指すきっかけかもしれないな。軍に入ったらひょっとしたら会えるかなと思ってたけど、ざっと見たところそれらしい人はいなかったし。父さんは今どこでどうしているのかな。もう死んじゃったのかな。どうだろうな。ま、いい子にしてたら会えるんじゃないか。今日の作戦の第一目標は、シカローに囚われているアレックス将軍の救出。正面からおとり部隊が引きつけている間に、俺たちは裏口から侵入し、将軍が囚われている牢獄まで直行する。無駄な戦闘や目立つことはなるべく避ける。そのために、耳少女はオンラインで罠や敵を事前に察知。はい。オパールは弓で遠くから狙撃。任せて。場合によってはギア、お前のスピードで強行突破してもらう。はぁ？で、どうしようもない時はとにかく落ち着け。その時は俺が何とかしてやる。ん？よし、急ぐぞ。待って、みんな。誰かセグア人が倒れてる。誰だ？石膏か？あんたは確か石膏部隊の。甘く見てた。気をつけろ。裏口には奴がいる。タトランド最強の戦士。バイズが。バイズか、厄介だな。俺はもうダメだ。ここで死ぬ。でも、あんたらキラーなんだろう。頼む、誰でもいい。俺を、吸収してくれ。頼む、吸収してくれ。吸収？無理だな。わかってるだろ。お前じゃ力不足だ。諦めろ。お前の気持ちだけは受け継いでやる。だから安らかに眠れ。そうだ。俺の代わりにセグナに勝利を。吸収って？そっか。まだ知らないのね。そうよね。そもそも、なんで私たちがキラーって呼ばれているか。キラーはもともと優れた能力を持ってるけど、もっと強くなる方法があるの。それも、簡単に。それはね、吸えばいいの。吸って？何を？
人の命を。な、人の命を吸って強くなる。だからキラーって呼ばれてるの。人の命。よくわかんないけど、じゃあこの人の命吸ってあげた方がよかったんじゃ。そんなに簡単に吸えるもんじゃない。一人が吸える人数には限りがあるんだ。お前の場合は二つの印、そしたら吸えるのは二人までだ。限りがあるから、どうせならもっと効果的なものを吸収した方がいい。効果的って？もっと強い人ってことか。もっとおしゃべりしてる場合じゃなさそうだ。どうやらあっちから出向いてくれたようだな。あいつがそうなのか。ああそうだ、あいつがタトランド最強のキラー、バイズ。来ちゃった、暇だったんで。よかったよ、暇が潰れて。こいつがタトランド軍最強の戦士バイズ。試したい、俺の力がどこまで通用するか。よし、やってやる。飛び込めない。これが本当の戦い。よし、判断ができるようになったじゃないか。相手の強さが分かるのは成長している証拠だ。今突っ込んだら確実にやられてた。奴は強い。このまままともにやり合ったら、下手すれば二人は戦闘不能になるな。二人？四人じゃね。どうする？ここで時間をかけてたら作戦失敗よ。仕方ないな。ここは俺が止める。止める？お前が一人でね。ああそうだ、わざわざ出てきてもらって悪いが。お前はここで舞台から消えてくれ。ああ、ほら走れ。あれ、光の壁だ。外から攻撃はできないが、内側から破ることもできない。しばらくそこでオナニーでもしてろ。じゃあな。どうだ、耳少女。おとり部隊が成功しているようで、砦内部は兵が少ないです。バイズを閉じ込めてる光の壁は持って20分。あいつに出てこられると厄介だからな。それまでになんとか先に進むぞ。に強いオーラが。体格がいい。なんか魚みたいな。魚？おそらくリーフィッシャーだな。どうする？またさっきの光の壁みたいなので足止めか？いや、あれはもう無理だな。そんなに連発できる技じゃない。多少のリスクはあるが、ここもおとり作戦で行くしかないな。わかった、じゃあおとりは俺がやる。先走りするな少年。お前はおとりが引きつけてる間に扉を破る役だ。それにお前にはこの後もっと大役があるからな。大役？だからおとりはオパール、お前がやれ。いいわよ、やってあげる。言っておくが、魚男はお前より強い。ある程度引きつけて時間を稼いだら、その後は適当に退避するんだぞ。わかったわかった、時間がないんでしょ。行くわよ。私がうまく釣ってあげるわ、魚だけにね。今私うまいこと言わなかった？うまくねえよ。外で戦ってる奴らは楽しそうだな。俺も潰して誰かここまで侵入してこねえかな。
かせる。しまった。テズロスは避難しろって言ってたけど、私がここでこいつを倒す。これだな。アレックス将軍が囚われている牢は。アレックス将軍、セグア軍ナンバーワン。これ来てるもんだとしたら、ブチッと潰しちまったかな、おめえのプライド。大丈夫。たとえシューティングが互角だったとしても、私の方が上回ってることだってたくさんある。だから私は勝つ。中してるのに、なんで効かないの？どうなってんのよ。シューティング防御法、フォースフィールドのこと知らねえようだな。何よそれ。無駄だ。おめえのショット一発ぐらいじゃ俺のフォースフィールドは破れない。おめえが負けを認めればこれ以上傷つけないぜ。なるべく無傷のまま遊びてえからな。おとなしく負けを認めろ。負けを認める冗談じゃないわ。私はまだ負けてない。私にもいつに勝てるものがある。無駄なこと。え？ん？隠れたか。まあいい。どこに隠れてどっから襲ってこようが、
俺には効かないぜ。わずかだけど可能性はある。一発なら防ぐって言ってたけど、もし何発か同時に当てれば攻撃が通用する可能性はある。ショット一発撃つためには指先に生命エネルギーを集めて溢れないように留めてから放出する。もしそれを一発分じゃなく何発分も貯めることができれば、通常の何倍もの威力のショットを撃てる可能性はある。全部仮定の話だけど、やってみなければ分かんないわよね。まずは一発分、ここでさらに貯める。できたけれど、やっぱりきつい。まあできない。全身から血が切れる、爪が剥がれる、指が弾ける。でもこの私たちに使う、つらい。でも追い止めないと、あいつを倒せない。散髪だ。もう限界、これ以上はもう無理。追ってる。いや、まだいけるわ。これだけは誰にも負けない。私もずっと我慢してきた、ずっとずっと我慢してきた。だから我慢強さだったら誰にも負けない。そこにいた。くらえ。なんとか勝てたけど、やっぱり我慢は体に良くないわ。あの時別れて以来一度も会えていなかった父さんが今目の前にいる。父さん、ギアなのか。生きていたか。俺はあの時の襲撃でてっきり。そうか、そりゃよかった。本当によかった。感動の再会のところ悪いが時間がない。作戦を遂行するぞ。早くここから救出を。いや、そうじゃない。アレックス将軍、今からこのギアがあなたを吸収します。よろしいですか。ラムセスの指示か。あいつらしいいい作戦だ。ああ、いいぜ。ぜひやってくれ。助けるんじゃないんですか。吸収って何を。さっき言っただろ、命を。もし将軍が健在ならそのまま救出する。将軍が戦力にはなりそうにないほどひどいダメージを負っていたのなら、息子であるお前が将軍の力だけ吸収してくる。それが今回の作戦だ。待てよ、まだ助かるかもしれないだろ。バカか、これで連れ帰ろうっていうのか。勘弁してくれ。そんなに動かされたらすぐに死んじまう。そんな。いいからさっさとやれ。さっさと吸収してくれ。吸収は相手に触れるだけでいい。触れた状態でお前が吸収したいという思いと相手が命を渡す思いが重なれば、一瞬で吸収は終わる。あんたら嫌いなんだろ。頼む、誰でもいい、俺を吸収してくれ。それはね、吸えばいいの。人の命を。お前がさらなる高みを目指すなら。俺は強くなりたい。兄貴は本当はやれる男なんだって。できない。言ったはずだ。強くなるためには捨てないといけないものもあると。お前はその道を選んだんじゃなかったのか。セグア軍最強のキラー、吸収するにはこれ以上ない条件だ。強くはなりたいけど、こんな方法じゃ。別にお前を強くするためだけに吸収しろと言ってるわけじゃない。吸収するのはセグアのため、そしてアレックス将軍自身のためでもあるんだ。父さんのため。アレックス将軍はこのまま死んだら後には何も残らない。
でもお前が吸収すればお前の中で将軍は生きる。将軍を無駄死にさせないためにも息子であるお前が力を受け継いでやるべきなんじゃないのか。父との再会を自分の手で幕引きすることがどんなに理不尽かは俺にもわかる。でも本当はお前も理解しているんだろ。今本当にやるべきことを。セグアのため、父さんのため、自分の気持ちを殺してでも。自分の気持ちを殺してでも成し遂げなくちゃならないことがあるんだ。お前もいつかきっと分かる時が来る。時間がないんだろう。何を迷ってるんだ。俺がやれって言ってるんだぞ。でも俺、その時の俺には、父さんとの再会もキラーのことも唐突で、夢の中にいるような気分だったけど、やらなきゃいけないことははっきり分かっていた。なんだか安心して眠くなってきたな。父さん、受け取ってくれ、ギア。ギア、お前に全てを託す前にどうしても伝えておきたいことがある。昔セグアには二人のキラーがいた。そいつと俺はセグア軍の主力で常に前線で戦い、誰よりも深い絆で結ばれていた。しかしある戦いで負荷を負い、敵に囲まれ死を待つのみとなった。二人で一緒に死ぬか。いや、まだ生き残る方法はあるわ。どちらかがもう一方の命を吸収して力をつければ突破できるかもしれない。それは禁断の提案だった。必ずどちらかは死に、必ずどちらかは大切な人を失う。どちらが犠牲になるのか決められなかった。どうしても決められなかったから、最後は理不尽な方法で命のやり取りをした。ギアのことよろしく。大切な人を吸収して得た大きな力で、俺一人が生き延びた。生きて帰った後も、俺の後悔が消えることはなかった。お前が物心ついた頃に、非戦闘地域に疎開させたのも、大切なものがそばにいることが怖かったから。二度と大切なものを戦いに巻き込むことがないように、大切なものを、すべて自分から遠ざけたかったから。俺は最低だ。最後の最後まで辛い思いをさせて、全然父親らしいことができなくて、ごめんな。ギア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 。そんなことないよ。嬉しかった。最後の最後に父さんに会えて嬉しかった。嬉しかった。ありがとう。俺は父さんにもらった。セグア軍最強のその力と、理不尽なこともすべて受け入れる覚悟、俺はもらった。体中がピキピキして全然動けない。今敵に見つかったらヤバいかも。ほやほやほや、これはディフィッシャーのやつやられちまったのか。これは傑作だ。てめえがやったのか、フィッシャー。そうよ、タトランド君も大したことないわね。確かに。一人であの化け物をやるとは大した女だ。もっとも、もうほとんど動けないようだな。てめえにはいろいろ聞かなきゃな。後でたっぷり拷問してやる。やっぱり肩が動かない。拷問しがいのあるいい体してるじゃねえか。ギア、
ありがとう、オパール。作戦終了だ、オパール。ほや、ほやおや？今、牢屋の方から出てきたみたいだが、アレックス将軍の姿が見えないね。大方、将軍の救出に来たのはいいけど、あの姿を見て絶望しちゃったって感じかな。奴はボイズ、バイズの弟だ。そう、俺は最強戦士バイズの弟ボイズ。アレックス将軍を倒したのはこの俺。そして地下で拷問したのもこの俺だ。あいつが何も吐かないからついやりすぎちまった。でもどうだった？芸術的なぐらいバラッバラだったけど、ギリッギリ生きてただろ？そこが、拷問の天才たるいゆえん。作戦は終わったんだよな！言ったよな。作戦が終わったら、好きなだけ戦っていいって、言ったよな！ああ。誕生だな。セグアの新たなる救世主が。俺はここでこのホープトリデを制圧するまで使う。やれやれ、俺ももう一踏ん張りするか。ネル、オパールを頼むぞ。俺もちょっと行ってくる。え、どこにですか？ちょっと後始末。戦いもあれも抗議の方が大事だからな。なんだあいつは。父さんの脇だろ。あのままにしておくわけにはいかない。俺はこの砦を制圧する。あ、どうも。やっぱり自力で解いてたか。さすがだな。あ、暇だったんで。作戦は無事終わったよ。あ、そう。中で今生きのいいのが暴れてるんだ。でもまあ、さすがにお前に邪魔されたら出すに出せないと思ってな。お前はきっちり俺が仕留めておく。仕留める？俺を？今度は油断なしだ。さっきのようにはいかない。ああ、お前は強いしやりたくない。本当はこんな雇われでの戦いで本気を出すつもりはなかったんだが、あいつの頑張りにちょっとばかり応えてやろうと思ってな。その気になれば何だっていけるぜ、俺は。ああ。まあ、いっか。やめとく。ん？今日はタトランドの負けみたいだしな。ここは素直に引いとく。そりゃよかった。引いてくれるならそれに越したことはない。怪我はしたくないしな。一つ聞いていい？俺を閉じ込めた光の壁みたいなの、あれ何？あれか？あれはパズルの一種だな。パズル魔導学院。今の技は全てそこで学んだ。興味があったらお前も行ってみるんだな。そりゃどう思う。約により、タトランド軍はホープ砦から撤退した。そしてホープ砦の戦いは終わった。結局ギアも戦場に来ちまった。あいつには辛い思いをさせないつもりだったんだから。あら、いいじゃない、うん、あなたは十分頑張ったわ。私の分まで本当によく頑張ってくれた。疲れたでしょ。私たちの時代はもう終わったの。セグアのことは任せましょう。私たちの息子にね。ああ、そうだ。ホープ砦での戦いを終え、セグアは英雄アレックス将軍を失ったものの、新たなる英雄の登場と久しぶりの大勝利に国中が沸き、タトランドホープ砦を陥落させたセグアの戦士の噂は瞬く間に大陸に広がっていった。青い音速ブルーソニックと
じいさん、今回はダメだった。たまには負けることもあろう。ホープ取りではまた取り返せばいい。面白くなってきたじゃないか。まだまだ荒れるぞ、コンシューム大陸は。破壊は創造の始まり。サイは投げられ、信じる。貴重ランドを築くのは我々だ。青い王族？そんな強い奴がまだこの大陸にいたとはな。俺より強いのなら会ってみたいな。セグは？興味ないわ、そんなの。私が倒したいのはあの男だけ。今日も大物を狩りましたね。セグアのこと警戒して気合が入っているんですか？え、そうじゃないんですか？セグアのこと気になってますよね？え、違う？でも青い音速って人のことは気にしてるんですよね？はい。キラリラリラリラ。おいおい、誰だあいつ。信じられねえ。しかもあいつ今日ルール覚えたらしいぞ。今宵もゲームは最高潮。ゼリグ、あ、呆れた。本当にこんなところで遊んでたのね。立場をわきまえろ。お前は正規軍の将軍なんだぞ。へいへい。あ、そろそろ出かける時間ってことは。あいつが天才ゼリグ将軍。将軍4人で行くなんて随分ゴージャスだな。はい、行こう行こう。ゼリグ、甘く見ない方がいいわ。おごれるものはドツボにはまるわよ。兄、マルクスの言葉を忘れるな。ニンテルドの目的はただ一つ。じゃあ、ちゃっちゃと片付けるか。おっと、英雄殿、こんなところで一人で何をやってるんだ？オナニーか？テジロフか？ん？なんか普通だな。もっと落ち込んでいるのかと思ったが。父さんのことはそんなでもないよ。覚悟ができてたから。逆に嬉しい気持ちの方が大きいかもしれない。俺が戦って勝利することであんなに喜んでくれる人がいたけど、やっぱりまだよくわからない。なんだかいろんなことが一度に起きすぎて。そうだろうな。でもそれがお前が選んだ道だ。ああ、力があるだけのやつなんて誰も称賛しない。たとえ弱くても厳しい道を選んでる男に人は尊敬の念を抱くんだ。誰よりも強くて速くてかっこよくて、俺なんかじゃ全然かなわない。俺、兄貴のこと本当にすごいと思うけど、俺は兄貴のこと尊敬してない。わかってる。それでも俺は走り続けるよ。世界の中心に向かって。